風が青い稲の頬なで抜けてく汗道静寂セミの声自分の作り気足
た絆、静かな雪原に沈んでく勇気、ない土地汗ばむ午後、ひなびたホテル谷間に架かる橋、尾根を渡る風、優しい人よだけの湿った花、光と影、過ちとつない、でもどんな時にも思うことは、ただ君に会いたくて、戻ってきたよ、 Oh yeah、 長い旅路の果てに、準備かい、夜はこれから、君がいくつだろうと、何をしてよと、恥ずかしがらないで叫んでくれ、ステージの上最高級のバンド、全身でビート感じてくれ、これより乾杯、一枚ずつ脱いでいくように、怒りも退屈も沈んだ気分も投げ捨て、大声で叫ぶんだ、ああ俺はヴィンテージの最高級のワイン、舌の上で、ああ
暮らしがどんなものか知ってるぜ俺にも手を焼いてな今夜吹き飛ばすんだ両手上げて
I got
足を吹き飛ばせ、すり替えられた夢、駆け抜けろ闇と光の狭間で揺れる時の流れを乗り越えて、
の針十二時刺している触れてくれ帰らずに見つめ合うと言葉を失う友達のままでいい心の中君が
欲しいと言い出せないでいるよ。
たのまま短い夜ではありますが、ステージの上の俺たちミュージシャンと、ライティングやサウンドや、そしてステージのスタッフと、そして誰よりも何よりも集まってくれたみんな、みんな一人一人の熱気でこの夜を素晴らしいものにできたらいいなと思います。最後までどうかよろしく。
と冬へ。いやあ、今夜こうして久しぶりに東京に帰ってこれて、こんなにたくさんの素晴らしいオーディエンスに集まってもらって、俺たち本当に嬉しく思ってます。どうもありがとう。今日初めて俺のコンサートに来たっていう人はいるかな。ちょっと手を挙げてみてくれる。はじめまして、浜田です。よろしく。じゃあお前のコンサートにはもう何度も来てやってるぜっていう人は。久しぶりです。再会できて嬉しいです。今日初めてコンサートに来てくれた人にとっても、何度も何度も来てくれてる人にとっても、毎日ツアーでステージをやってる俺たちミュージシャンやスタッフにとっても、この2007年6月16日の土曜日、この夜は今この瞬間しかありません。一期一会の気持ちを大切にしていい夜にしたいと思います。最後までどうかよろしく。
Lady でまるでエンジェル。でも土曜の夜は着飾り踊るよディスコ。真夜中一人帰り道の暗がり、誰かがナイフ光らせ彼女の背に。ナナナナナの優しい笑顔や仕草。
もすぐそこまで近づいてることを感じて眠れない、嘆いてる暇なんかない、命がけて守る、チャンピオンじゃないリーダーでもない、妻と今日一日を無事に過ごせたことを祈ってる、
ぜかすぐに帰るつもりで、oh, 車を車庫から出して、yeah, アクセル踏み込んだ。すぐに帰るつもりで、oh, 家を出ても
差しの中輝いてる全ての美しいものたちを見つめてその心陰りを落とさないで
こともだけだし、一体いつ、oh! そして俺は心の空白埋めようと、山のような仕事を抱え込んでしのいでる。 J-Boy 頼りなく豊かなこの国に、 J-Boy 何をかけ何を夢見よう、 J-Boy Yes I am、
澄んだ夕闇に浮かぶ街を見下ろし、この人生がどこへ俺を導くのか尋ねてみる。手に入れた形あるもの、やがて失うのに、人はそれを夢と名付け、迷いの中さま。
ありがとう。海なりの聞こえる丘で青空を見上げて思う。この旅の途上で愛した人の懐かしい面影を
一人君は立ってる。行く道はいくつもある。だけどたどり着くべき場所はきっとただ一つだけ。どの道を歩いて行こうと、君は君のその人生を受け入れて楽しむほかない。最後には笑えるよ。ツアーを本当の意味で支えてくれてるスターは、90数名のツアークルーと、そしてその土地その土地の、スタッフのみんなです。彼らの素晴らしい仕事に大きな拍手。そして今日思うのは、本当にオーディエンス、お客さんである君たちは素晴らしい。俺は君たちが俺の音楽を愛してくれているということを誇りに思って、これからも音楽を続けていきたいと思います。今夜どうもありがとう。
アンコールどうもありがとう。それではアンコール始めるぜ。アンコールというかこれはもう第3部だね。最後のこれが最後か、ちょっと寂しいな。でもセンターステージ行くぜ。俺一人ごと話してる。A 列車に乗ってレッツゴー。ウォー、普段両手を上に上げて叫ぶことはないから、本当にそうだよね。叫ぶことないから叫んでみようね。大声なんか出すことないでしょ。 OK? うわーい、うわーい、 OK? あと 1% で魂を解放するね。 OK? もう 1% うわーい、うわーい。さあ、こっから君たちが主人公であり主役でありリードシンガーです。新しい、アルバムはもう聴いてきたね。十分全部覚えたね。古い歌も大丈夫だね。遠いぞ、大丈夫か。あ、時間差があるんだ。今初めて気が付いた。もう一回やってみよう。おーい、イエーイ。
沈んだ心で起きる魂を隠して仕事へ出かけてゆく Just a dance with youでは逆行ってみよう、ね、何事もバランスというものが大切だから。長司君、今日さ
男の人と女の人ってどっちが多いかな。女性の方が 67.3% ですかね。ちょっとそれが正しいかどうか。では男性諸君答えてくれるね。イエーとかって。それでは男性諸君答えてくれる。イエー、分かった調子、今の感じね。じゃあ女性いくよ。じゃあ女性の皆さん、イエー。上司正しいね。なんでそんな女性のパーセンテージすぐ見抜けるの。じゃあこっち回りいくぜ。ワン、ツー、スリー、ウェイ。違うと思ったんだけど、確かにウェーブやってる君たちは。でも手挙げてるだけ。ウェーブ、ウェーブというか一緒に叫ばないと。だから声が一緒にウォーっていう感じでいかないとウェーブにならんじゃんね。さっきから埼玉出身のスーパードラマずっと叩いてんだから俺はずっと叩いてんのかよって大丈夫ね。行くぞ、イエーイ。行くよ。ワン、ツー、スリー、ワン。いよいよこのコンサートツアーでも最後の時間がやってまいりました。これをやる。でも必ずこれからもツアーをやる限り、ステージをやる限り、これはもう恒例のように続いていくことになってる。何かわかる？何かわかる？避けては通れない年代別チェックだよ。ね、今日は日曜日。日曜日か。では聞くよ。正直に答えなきゃダメだよ。これからね、5年後6年後こうどういう風に変わっていくの、俺は本当に楽しみにしてんだから。ね、どうなっちゃうんだろうと。ね、前回とどのくらい違うのか。え、では10歳未満。10歳未満。あ、今日は日曜日だから結構来てるね。いらっしゃい、いらっしゃい。ねえ、あ、えい、えい。俺が初めてね、ビートに夢中になったのが10歳ぐらいだから、で、このくらいの頃からも音楽聴いてたからね、決しておかしくないよね。無理やり連れてきてない？親の英語でね、ママなんでこんなにコンサートって長いのとか、お腹空いたとか言ってない？大丈夫？胎教の頃からキャスったの？生まれた時にサングラスしてなかった？だよね。でもまあこの子たちが本当の意味で、あと俺の音楽を理解してくれるまで15年かやってられるかな。 68?自分ら拍手してるけど、いくつになると思ってんの？本当に来るのかよ、15年後に。Okay、まあでもね、今連れてきてるのも正解よ。やがていつかね、20歳ぐらいになった時、俺が初めて見たロックコンサートは浜田省吾だぜ。あの頃はまだ電気がバリバリあってよ。今あんなことできないもんな。OK、それでは10代。10代、声はするんだけど見えないんだけど。ああ、いらっしゃい。10代。10代クラスで絶対俺のこと知らないでしょ、君以外ね。昨日さ、パパと浜田省吾行ったの誰みたいな。へえ、そんな趣味があるんだって。サンキュー。でもね、本当に本当にあの大切なもの、大事なものっていうのは自分だけで大切に大切に育てればいいんだからね。別に人と分け合う必要は全然ない、ね、浜田省吾好き。もう一人だけクラスで一人、学校で一人だったりして大切に。ダメだよそれじゃあ。明日学校行ってよかったって言えよ。今度連れてくるときクラスメート32人ぐらい連れてこいよ。それでは20代。
20代なんか今日多いね。これで多いっていうのすごいでしょ。今日20代多い。それも可愛い人や可愛いかっこいい男の子多い。あー、世代が変わってきてるんだね。なるほど。20代ね、もう大人だと思ってるでしょ自分が。まあ何も分かってない20代まだ子供ね。でもよく言うんだけど、青春時代は良かった、10代20代は本当に素晴らしく楽しかった。あれは年寄りが言う言葉よ。本当に10代とか20代真っ只中にいる時は最悪。何が苦しいってね、10代20代が一番大変なんだよ。だから今ね、私ってこれからどうなるのかしら、落ち込むとかさ、やってられないとか思うのは当然、全然間違ってない。でもすぐに楽になるからね、やがて大丈夫。全然心配しなくて、今はもう精一杯ね、苦しんで楽しんで、でも失敗も必ずするけど、必ず失敗します。でもその失敗を尾を引いて、後に引いて、人生無駄にしないように、もう失敗は特権ですから、今が一番苦しいと思って、そろそろ苦しいとこから抜けつつある、やっと成人式を迎えた30代。素晴らしいね、この元気さ。まさに君たちは青春時代なの。今が青春ね。私もう30になっちゃったとかさ、俺も30でそろそろしっかりしなきゃなとか、そんなの考えるすよ全然ない。今を楽しまなきゃ、今が一番楽しいんだから30代。でもそろそろ将来のこと少しは考えようね。では40代。30代と40代拮抗してるね。40代はもうまさに今があなたたち世の中の中心ですから、下の世代も上の世代も引っ張って、日本を良くしていくのは君たちですけれども、福ちゃんも先週っていうか先々週というか前々回というかどっかで腰痛になりましたね。頑張りつつも腰痛が出てきたり風邪が治りにくくなるのが40代ね、福ちゃんね。そう、体をいたわりながら時代の最先端を走らなきゃいけないのが40代だよね。40代頑張ろう。では浜田聴取と同世代の50代俺たちまだ現役バリバリだよね。もう苦しいところを全部抜けて、人生において何が大切で何がいらないか、こういうものがはっきりしてきたから全然苦しくないよね調子ね。いらないものどんどん捨ててるでしょ調子。あ、そんなことないよ僕は。そんなことない。どんどんいろんなもん抱え込んでるの。あの50代見習おうよ、あの赤いシャツ、輝くブロンドヘアね。あの赤いシャツ来年の還暦用だからさ。それでは子供の時代剣道部にいた体育会浜田翔吾、敬語になります。60代以上の方いらっしゃいますか。いらっしゃい。浜田も調子もまだまだこれから頑張りますので、お互い体に気をつけてずっと音楽楽しみましょう。ずっと来てくださいね。それでは10歳未満も60代以上の方もみんな心を一つにしてこの歌を歌いたいと。
埼玉を生んだスーパードラマー小田原くんに大きな拍手を。
ちまち合わせて君の親父の車夜明けに盗み出し目に車止めて甲府に車あって互いの胸の鼓動を感じたね夜明けまであの子あの子星は君のもので月は俺のものだった呟いた「あなたの夢の中で生きてゆけるかしら」「きっときっと」「二人違う景色の中を一人ぼっちで」質問コーナー第2弾今日、夫婦で来た人あーいいねじゃあ恋人同士で来た人いいねかみさん子供を置いて一人で来た旦那いいかどうかわかんないけどいいねじゃあ旦那子供を置いて一人で来た奥さんめちゃ元気いいねではシングルの人
恋人作ろうね。どんなにその恵まれててね、幸せそうに見える家庭やカップルも、言っとくけど必ず問題を抱えてるね、ね、わあ、うちはこんなに喧嘩ばっかりとかさ、こんなに問題がいっぱいあるんだけど他の人のとこはないのよね、私たちだけ大変なのかしら。そんなことはない、みんな幸せそうに見えても何らかの問題を抱えてるもんなんだよね、ね、だよね。もちろん俺だって抱えてるからね。励みになった？励みになった？ね、なんかきつい時があっても、あ、俺だけじゃないんだ、あのバンドの人たちもみんなそうなんだとかって、そんなみんなが次の曲も心を一つにして歌ってほしい。 OK？よしのぶ。ベース三久月千春。ドラムス小田原豊か。オルガンシンセサイザー福田康彦。ギター長田進。サクソフォン古村俊彦。ギター調子幹事。とてもあったかい情熱的なアンコール、どうもありがとう。みんなにお別れの言葉を言う前に、最後に一つだけ言っておきたいことがある。それは何かっていうと、過ごしたこの時、
しょんぼりしてると、ウォーウォー僕まで沈んでしまうってんてブルーな気分で、さよならの前に一言僕に言わせて、ウォーウォーどんなに楽しかったか、君と過ごしたこの時、夜が明けるとまた僕は荷物まとめ、この街一人出て行く、君を思い出しながら I say yeah 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 I say yeah 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 I say yeah 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 yeah
き直せたらどんな人生送るだろう。今よりも若く強い体学んだ知恵生かして曲がりくねった道を Stage
チライトざわめき今でも掘ってるからだ。ギター抱えて容疑者に揺られ次の街までただ眠るだけさ。どこへ行くのか何をしてるのか時々わからなくなるよ。Yeah.